何これ。何これ。Thank you。
今日はユニケーションが前期だと思うんですけど、ぜひこの延長でおかけに帰っても会話の多いそういう過程をぜひさらに聞いていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。これで、熱気球を作ろうというスクリーンはまず一旦終わりです。でこの後、終わりの会、この会だったらもうちょっと終わりの会まで進んでるはずなんですが、皆さん熱い活動を予定したので、ちょっとごめんなさい、もうちょい時間をいただきます。でこの後、じゃあ、民間日食の、紹介観察メールに使いますので、佐藤先生の方に、話をしていただきます。すみません、実行先生が会いに来ていただいて、今から配りますので、それを受け取ってください。今から、2食ぐらい。Thank you.
が直接入らないように工夫をしてください。いいですか。これを守って安全に観察していただきたいと思います。でもう一つ、ね、ブーボールの方がありますが、ブーボールさっきまとめたお話があったと思います。それとそれに、タイムに入れていただきたいと思います。お願いしてまして、今初代タグというのをちょっと企画しておりまして、
星空観光会というのと、もうちょっと水の結構というのを企画しています。で、それまだ今企画段階で、もうちょっと困ったら次のスプリントをもうちょっと紹介できると思うんですが、何もちょっとチケットというかスタッフを集めないと実態が危ないです。ですので、今申し込みいただいたメールアドレスの方に、じゃあ、こちらの観光会が参加したいんだみたいな、そういう興味があるんだ、後ろ結構興味があるんだっていうのを、スタッフとして参加してもいいよ、協力してもいいよ、参加だけでも皆さんちょっと参加したいんだけどっていうことをちょっとお知らせして、私応募の時に使っていただいたメールアドレスのところに、言っていただければより実現できるかと思います。もしかしたらなくなっちゃうかもしれません。それはあなた方、皆様からの、協力にかかっています。すいません、で、私からの知らせ以上で、その後、教頭先生の方から、終わりの挨拶をしていただきます。今日私は初めてでしたので、興味津々というところでした。皆さんも多分そうだったんじゃないかなというふうに思いますので、熱気球を作っているときに